FIA GT 選手権、FIA GT 選手権、FIA GT 選手権、FIA GT チャンピオンシップは国際自動車連盟 FIA が管轄する GT カーによるレースの名称。1997年から2009年まで開催されていた。1996年いっぱいで国際ツーリングカー選手権 ITC が終了することにより、 FIA はそれまで BPR という団体が主催して1994年に発足した BPRGT グローバルシリーズ鈴鹿 1000km もシリーズの一戦に加わっていたという国際耐久シリーズを FIA 直轄とし1997年により FIAGT 選手権としてスタートさせた FIA 直轄としては1992年のスポーツカー世界選手権 SWC 終わり以来5年ぶりの耐久レースの復活である ITC 終了で戦いの場をなくしていた AMG メルセデスは急遽 GT1 マシンを製作しこのシリーズにワークス参戦した。初年度はメルセデスのほか、ポルシェ、BMW、マクラーレン、パノス、ロータスがワークス参戦した。ワークスが主流の GT1 クラスには セミプロトタイプとも言える、メルセデス・ベンツ CLK GT-R、ポルシェ911 GT-1、マクラーレンカイ1 GT-R LM が参戦した。その他にもプライベーター仕様のマクラーレンカイ1 GT-R やパノス・エスペランテ GT-R、ロータス、エリーゼ GT-1 も参戦し、GT-2 クラスでは、クライスラー・バイパー GT-SR と、ポルシェ911 GT-2 の白熱したバトルが、 展開したほか、マーコス、モーガン、サリーンも参戦し、開催国も欧州以外に、日本、アメリカを含む、事実上の世界選手権と呼べるシリーズとなった。初年度は、GT1、GT2 マシンを含め常時35から52台のマシンが参戦していたが、翌1998年には、各メーカーの相次ぐ撤退により、1999年には、 GT1 クラスが廃止され、GT2、GT と解消主流のレスとなり、クライスラーバイパー GTS-R、リスターストーム、フェラーリー550マラネロなど、翌2000年からは、アジア、北米ラウンドがなくなり欧州ラウンドのみとなった。またこの年からフェラーリー360モデナやポルシェ911、GT3 などが参戦する、開カテゴリー、N? GT クラスが新設されている。2009年は、GT1、旧 g t クラスでは、マセラィ m c 1 2アストンマーティン DBR9、シボレーコルベット C5C6R、ランボルギーニムルシエラゴ RGT、フォード GT、GT2QN、GT クラスでは、ポルシェ 911GT3RSR、996型、997型、 フェラーリ・カイ 430G2 クラスではギレ、ベルティゴといったマシンが活躍している。伝統のスパ・フランコル二24時間レースもシリーズの一戦に加わっているが年々参戦台数が少なくなっている。そのような中で日産モータースポーツインターナショナル・ニスモは2009年に GT1 クラスへ日産、GTR での参戦を発表し、 実戦での車両開発する目的で同年に商店街ながらスポット参戦した。2010年から GT1 クラスは FIAGT1 世界選手権へ移行し、並走の GT2 クラスにはヨーロッパ選手権のタイトルが与えられることになった。2010年からスイスのスイスレーシングチームとイギリスのスモパワー GT からそれぞれ2台ずつ。 計4台の GT-R がエントリーした。日産にとっては約20年ぶりの FIA 世界選手権シリーズへの参加となる。しかしこの FIAGT 選手権はワークスでの参戦が認められていない。日産及びニスモはあくまでもプレイベーターへの技術支援というスタンスである。そして2010年第2戦のシルバーストンサーキットではジェイミー・キャンベル・ウォルター、ウォレン・ヒューズ組、 スモパワー GT のドライブする GT-R が優勝し、GT-R 勢に初優勝をもたらした。1997年、1998年の2年間、鈴鹿 1000km が FIAGT 選手権のシリーズの一戦として開催された。500km が中心だった当時の選手権では異例の長距離レースであった。メルセデス。 ポルシェ、BMW のワークスチームも来日し参戦している。1998年の優勝者、メルセデス CLKLM は、グループ C 時代と比べ遜色のないタイムで 1000km を走破している。この時期ルマンに参戦していたトヨタ、日産は、それぞれトヨタ GT1TS020、日産 R390 という GT1 マシン。 ルマンの ACO 規定と FIA 規定は若干異なるを保有していたがシリーズ参戦していないという理由などでこの母国ラウンドには参戦できなかったこの時期の国内メーカーのルマン参戦マシンを日本のファンは直接見ることができなかったのであ1999年には鈴鹿 1000km は FIAGT 選手権から外れた楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。